93式単発系爆撃機93式単発系爆撃機マイナス3は第二次世界大戦前の日本陸軍の爆撃機である。設計、製造は川崎航空機。同じ年に採用された三菱製の軽爆撃機マイナスに特別するため単発系爆撃機と呼ばれた。日本陸軍は昭和7年に 川崎に対して運動性の優れた軽爆撃機の試作を指示した。川崎では、ドイツ人、リヒャルト・フォークト技師が指導し、ドイタ・ケオ技師を設計事務者として、以前に、フォークトが設計した高速連絡偵察機ケマイナス6をもとに開発を進め、昭和8年に試作第1号機を完成させた。BMW 社製の水冷エンジンを搭載した、複用単発機で、 機体構造等は92式戦闘機とよく似ていた。審査の結果93式総発系爆撃機と同時に正式採用となったが速度や運動性能は優れていたもののエンジンの下級機を中心とした故障の多い点が問題点として挙げられていた。昭和9年1月から量産が開始され、主に中国大陸方面に配備されて爆撃や 偵察任務に使用されたが、エンジン関係のトラブルが多発し、整備にも手間がかかるためか動率は低く、現場での評判はかんばしくなかった。そのため、生産は昭和10年3月に打ち切りとなってしまった。生産は、川崎の北石川島飛行機でも行われ、全部で243機生産された。ありがとうございます。